二人の王子カトショです。今回の動画なんですけど、すっかり毎年恒例になりましたトップインドアスケート札幌の3周年記念フェスタのエキシビジョンマッチの映像です。見どころとしては、僕が過去2回2022年2023年とエキシビションマッチ敗退しています。トップのエキシビションで1回も勝ててないんですよね、まだ。ただですね、今年のエキシビションは違いますよ。右足の怪我もほぼ万全で、去年よりもさらに動けます。なので僕はリベンジに燃えまくっています。しかしながらですね、なんと今回の対戦相手は過去に全日本選手権ダブルスを優勝している実績を持つ篠川コーチと、テニス歴5年ながら毎日の驚異的な練習量と運動センスでテニスコーチになったフィジカルモンスターの中澤コーチのペアという事態なんですよね。でも僕のペアは過去トップエキシビションマッチ全勝中のスーパーダブルスプレイヤーの木下コーチということで、試合をさせていただけること自体はとても光栄なことなので、丁寧なプレーを心がけて1ポイントずつ、そして1ゲーム、まずはサービスキープが目標ですね。対戦相手にも全面的に胸をお借りしまして、ペアの木下コーチにも頼りまくってですね、少しでもポイントを積み重ねていけたらいいなという作戦というよりかは心構えですね、で臨んでいきます。それでは試合へどうぞ。いや、大丈夫です。後ろ取って、気をつけて。
わうわ。Yeah!
勝った方に行こうかなって。はい、ということでなんと勝てました。いや正直めちゃくちゃラッキーでしたね。篠川コーチと中澤コーチの好プレーのですねショットが本当にギリギリのところでアウトになってくれたり、木下コーチのスーパーショットや僕のラッキーショットが要所で出てくれたりしたことでワンセットマッチの流れをうまく掴んだ展開になりました。正直なところ実力差としては10セットマッチやったら8か9セットは取られると僕は思ってます。テニスに一発逆転みたいなことは決してないので、相手との実力差があるときは勝ち負けを考えすぎず1ポイント1ポイントの積み重ねで1ゲームを取っていくといった意識がいい方向に働くことはよくあります。普段草刀に出る方やジュニア選手は参考にしてみてください。他のチームスポーツや他のことでも今自分ができることをコツコツとやることがいい結果に結びつくことは多いですよね。とはいえ全体を通してみると4人ともダブルフォルトは1本もなしで、リターンの精度も高くてファーストボレーはほぼ浮かない。実はこの試合の一つ前にもエキシビションマッチがあって終始安定したプレーで活躍した支配人の木村コーチを含めトップ札幌のコーチ陣は改めて基本スキルが高いなぁと実感しました。トップフェスタの来館者数も382人と昨年以上に盛り上がり、数百人の観客が見ている中でプレーすることもなかなかありませんので、僕自身週に数回なんですけどこのスクールで楽しくレッスンができていることが嬉しく思います。トップ札幌のスタッフの皆さん、対戦相手の篠川コーチ、中澤コーチ、ペアを組んでくれた木下コーチ、今回はこのような貴重な機会をいただき本当にありがとうございました。今回は試合の動画だったんですけど、本当にね、試合に勝つだけがテニスの全てじゃないし、たくさんの人がテニスに興味を持ってくれて、テニスを通してたくさんの人の人生が豊かになることが重要ですので、引き続き僕らの2人の王子、3人の姫のチャンネルではいろいろなアイデアで動画を出していけたらいいなと思っていますので、応援よろしくお願いします。